おはようございます。今日は声が出ますよ。朝はお茶漬けを食べましょう。2日間お仕事して、今日はお休みです。昨日もね、くたびれちゃいましたね。お客様がほとんど、おじさまばかりなんですけども、なんて言うんでしょうかね、威圧感があるというかね、なんかね、怖くってね、すぐ怒っちゃうお客様もいらっしゃるので、本当に疲れました。今日は一日のんびりしたいと思います。では皆さんも良い一日をお過ごしください。ではまたね。命は飛行。